どうも、皆さんこんにちは、チャックバスです。え、本日はですね、ちょっと皆さんにちょっと聞きたいんですけども、え、マリオットボンボヨホテルのえ予約する場合なんですけども、皆さんってプロモーションコードって入れてますか予約画面の日付の下らんにね、ありますよね。プロモーションコードって入れる欄が。まあ、実はっていうわけじゃないんですけども、え、プロモーションコードを入れると、 えー、本来の価格よりちょっとね、安く利用できたりっていうのもね、実際にするみたいなんで、まあ、ちょっとね、今回は、えー、このプロモーションコードについてね、話していきたいなと思うんですけども、えー、次回ね、私11月にね、また次ニューヨーク行くんですけども、その際のホテルをね、今探しておりまして、まあ、今回ね、プロモーションコードをね、入力して、えー、予約したわけなんですけども、 まあ本来のね、普通の価格より、まあ、少し値段が下がりまし、えー、下がってね、予約することができましたんで、まあ、今回ね、まあ、こちらをえ皆さんにシェアできたらなと思って動画を撮っております。で、えー、先ね、注意事項をえ言いたいんですけども、このプロモーションコードっていうのが、 あの、インターネットとかでね、調べるとすごい出てくるんですよね。で、実際にそれをプロモーションコードを、えー、マリオットホテルのね、えー、予約画面で入れると、まあ、それの、えー、スペシャルパッケージみたいなのがね、出てくるんですよね。で、それがですね、スペシャルパッケージをその料金で見るときに、なんか、料金詳細みたいなのが出てくるんですけども、その分がですね、全部英語なんですよね。<laughs> で、私もですね、英語、あのー、まあ、旅行で困らないぐらいはね、なんとかなるぐらいのレベルなんですけども、本当に、あの、本当の英文をバーって並べられると全然わかんないですよね。ですので、あのー、その、詳細のね、あのー、まあ、規約、注意事項みたいなのを、えー、コピーして、 で、それをね、Google 翻訳とかでね、ちゃんと、えー、翻訳して、で、日本語でね、理解した上で、えー、予約してくださいね。まあ、あの、実際にもし、なんか、あのー、先日私の動画で紹介させていただいた、ANA とマリオットボムよね、コラボキャンペーンありましたよね。あれも、えー、JY6 っていうプローモーションコードを入れると、1対、二対、1滞在、えー、2滞在。えー だったかな <laughs> あのー、条件を満たすと2000ポイントね、マリオとモンブポイントがもらえるっていうものでしたけども、まあ、それもね、あのー、前回 JAL の、えー、コラボした時に、実際に行って、えー、JAL のマイレージクラブカードの、えー、見せてくださいってチェックイン時に、ね、言われた方が、えー、いるみたいなんで、まあ、その、なん,てうんですか、資格の確認みたいなのがね、実際にされるかもしれないので、まあ それで予約して、実際その資格がなかったってなった場合、ちょっと料金揉めそうなので、まあ、そこだけね、ちゃんと、えー、規約みたいなのを、えー、コピーしてね、ちゃんと理解してから予約するようにしてください。まあ、それではね、ちょっとパソコンの画面にね、実際に入力しながら、えー、皆さんに見せていきたいと思います。えー、それではね、実際に、えー、パソコンの画面をね、見ながら、えー、紹介していきたいと思います。 で、こちらね、マリオット公式サイトのトップページですね。で、えー、まあ、こちら場所ニューヨークで、えー、11月の終わり。まあこれちょっと適当にやっておりますけども、これでホテル検索していきたいと思います。で、先ほど言ってたプロモーションコードを入れる欄んていうのは、ここですね。プロモーションコードってありますよね。ここを入れると、こういうふうにね、出てきます。で、とりあえず、えー、まずね、通常の値段で調べていきたいと思います。 で、えー、ちょっとね、今回はこちら、ニューヨークマリオットイーソサイド。まあ、こちらね、あのー、総合的にコスパ、立、え、地、ー、条件とか、含めてね、一番良かったホテルなんで、まあこちらを紹介、あの、例にとってあげます。で、えー、一番安い料金ですね、307ドル。こちら、事前購入料金ってやつですね。で、これだと、えー、合計で、えー、1539ドル、えー、05セントっていうことで、まあ 1五百円。ま、十六万ぐらいですか ?16、17万ぐらいですかうん。ま、あそんなもんですよね。で、一回ね、トップページに戻ります。まあ、ニューヨークのね、この12月っていう季節は、まあ、むちゃくちゃ高いんでね。<laughs> ハイシーズンの中のハイシーズンですね、12月っていうのは。まあ、ちょっとな、中旬はちょっとね、あれなんですけど、少し下がったりするんでで、こちらですね。え、特別料金に今回ね、私が入れたプロモーションコード。 M11 です、ね M で。で、検索します。で、先ほどと一緒のように、ニューヨーク・マリオット・イストサイト。で、えー、ここ出てますよね。スペシャル・オファー・パッケージ。これですね。 これです、えー。メンバーエグゼクティブオファーってやつですね。この料金詳細をクリックします。そう、そうするとですね、こちらに、えー、料金の詳細が出てくるんですよね。で、このその他の情報ってやつですよね。まあ、これがま、規約っていうよりかは、ま、この、この料金を使える人っていう感じですよね。で、これを、えー、コピーして、で、えー、Google 翻訳にね、入れていきたいと思います。 で、こんな感じですね。メンバー限定オファー。その他の情報。ニューヨークマリオットイーストサイドマリアットリワード会員限定プロモーション、えー。3泊以上の滞在の場合、特定の日付で15%割引、えー。マリオットリワード会員限定。オファーは部屋のみ、えー、税金は追加される。えー、木、金、土または土曜日の到着が必要。でえー 食い筋状況にもついてブラックアウト費が適用されます。このプロモーションには限られた部屋の、えー、限られた数の利用ができます。10、えー、室以上のグル,ープグループにはオファーを受け入れることができません。と書いてありますね。ですので、まあ、今回ね、えー、日付は11月の28日ということで、えー、木曜日になっておりますね。 で、えー、私は、えー、会員限定あ、会員以上の、えー、資格を持っていて、なおかつ3泊以上。まあ、今回これ4日間で検索してるんですけども、まあ、3日間以上のね。で、えー、利用できてるっていう、<laughs> 宿泊するっていうことで、まあ、対象という形になっておりますね。まあ、そうすると、えー、先ほどの301ドルの料金を見ると、 えー、1510ドル36セントということなんでえ、それではですね、こちらがプロモーションコードを入れた料金で、えー、スクリーンショットをね、えー、プロモーションコード入れてないバージョンね、取ってありますんで、それを見ると、1539ドル05セントということで、まあ言ってもね、 29ドルぐらいのさ、まあ、日本円にして、えー、29ドルでまあ3000円か3500円ぐらいの間は不移すると思うんですけども、まあこれぐらいのオファーが、あの割引がね、受けられますということですね。まあこれは4日間で、えー、滞在で、えー、合計で29ドルぐらいの割引が受けられます。えー、いかがだったでしょうかまあ今回はね、え、プロモーションコード、 M11 のプロモーションコードを入れると、まあ、ちょっとね、マリオット専用のね、えー、会員限定料金みたいなのが表示されて、まああの、29とか、まあ3000円か3500円ぐらいの、まあ、割引にはなるんですけども、まあでも、はまあ少しでもね、旅行なんで少しでもね、安くなれば、まあいいですね <laughs>。 ま、そこまでのね、まあ、100ドル、200ドル、もう変わるような値段ではないですけども、まあ、3000でも4000でもね、少しでも下がればいいかなって思います <laughs>。で、このマリオットボ、マリオットプロモーションコードについてなんですけども、あの、アルファベットで Google で検索していただければ、すごいたくさん出てきますんで、まあ、正直ね、あの、私が実際に利用して、ええー、体験で皆さんにね、紹介するんだったら、 あの、いいかなと思うんですけども、あの、結局、M11、YJ6、まあ先日、まあ今日ね、今回紹介し、あの、と、予約したのが M11 っていうプロモーションコードで、まあ ANA とね、コラボしてる、今やってるキャンペーンは、JY6 っていうプロモーションコードなんですけども、まあちょっとね、私も実際にまだ利用してないので、ちょっとね、あの、皆さんに あの、このプロモーションコードがいいですよっていうふうにはね、なかなか言えない状態が続きますんで、まぁ、あ、ちょっとあの、今後ね、また実際に利用したらですね、またそのプロモーションコード自体のね、えー、これがいいですよみたいなね、紹介していきたいと思うんですけども、まあ、今回ね、今回はね、あの一応プロモーションコードの利用は、本当に気をつけてもらって対象かどうかをね、気をつけてもらってちょっとね、 や、どうやってみたいっていう方だけにお勧めしたいなと思いますね。ちょっとね、これでなんか、現地でトラブったりしてもね、申し訳ないので、まあ、あの、プロモーションコードがあるよっていうのと、まあ、あの、一応もし利用する方はね、よく、その料金の詳細のね、注意事項を読んで利用してみてください。まあ、今回ね、えー、私、えー、今回のね、動画では、えー、マリオットボンボイのホテルの、えー、公式サイトを予約する場合のプロモーションコードをね、紹介させていただきましたけども、もしね、あの、 このプロモーションコードおすすめですみたいなのがあったらね、ぜひね、あのコメント欄で教えていただけるととても助かります。もしね、それで今回のね、料金より <laughs>、あのニューヨークのね、料金がね、安くなるようであれば、あの、全力で取り直しますんで <laughs>、よかったら教えてください、えー。私のチャンネルはですね、こういうマリオットボンボイの、えー、マリオットボンボイの、えー、ホテルの、えー、動画や、えー、飛行機レビュー、えー ANA マイルに関すること、お得情報、あとポイントサイト、えー、とかね、あと私の大好きな街、ニューヨークの紹介なんかもしておりますんで、もしよければね、ぜひチャンネル登録と、高評価ボタン <laughs> よろしくお願いいたします。えー、私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるとね、とても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。